本日も北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車ははやぶさ号新函館北斗行きです。全車指定席で自由席はございません。次は終点新函館北斗です。車内はデッキ、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。 Ladies and gentlemen, welcome on board the Hokkaido Shinkansen. This is a Hayabusa Super Express bound for Shin Hakodate Hokuto. The next stop will be the Shin Hakodate Hokuto Terminal. All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket.Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited on trains and in stations. If you notice anything questionable, please notify the conductor or station staff. Furthermore, there are SOS buttons installed near the doors. Please press the button and notify the conductor in case of an emergency.The conductor's room is in car 9. We wish you a pleasant journey.9時28分に着きます。専門トンネルには9時21分頃に入ります。専門トンネルに入りましたら、電光掲示板
Thank you.
点です。サマンチ海底部分は 23.3km で、最も深いところでは海面から 240m 下の地点を走ります。セカンドトンネルは地質調査の開始から40年以上の歳月を経て、1988年3月15日に電波を発しました。この海面ではかつて、吉岡海底、小倉海底の2つの域が影響しておりました。現在は避難先としての役割を担っています。セカンドトンネルは新幹線3本合わせて、新幹線と在来線が同時に走行できるよう3本のレールが敷かれた海底トンネルです。セカンドトンネルに入りましたら、車内電光掲示板にご案内を表示されます。まもなくセカンドトンネルに入ります。
終点新函館北斗です。函館線はお乗り換えです。お忘れ物のないようお支度ください。本日も北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。 Ladies and gentlemen, we will arrive at the 新函館北斗 terminal in a few minutes. Passengers changing to the 函館 linePlease transfer at this station. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. 終点新函館北斗の到着ホームは12番線、この道は左側です。車内に忘れ物はなさいませんようお確かめください。お乗り換えをご案内いたします。各駅電車の函館ライナー函館行きは1番線から10時10分東日本ランドの方位方面特急北斗7号札幌行きは3番線から10時24分なお特急北斗号車内販売はございません。お買い物はご乗車前にお済ませください。函館経由の普通列車森行きは2番線から11時22分通りになりましたら1つ上の階へお進みください。新幹線改札出口在来線乗り換え改札口がございます。4号車付近に階段、5号車付近にエレベーター、7号車付近にエスカレーターもございます。まもなく終点新函館北斗です。12番線到着、お出口は左側です。北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。忘れ物